この問題は2月26日の時点で JR 東海から瑞浪市に連絡されていましたが、岐阜県は今月に入るまで把握していませんでした。これを受けて岐阜県は沿線の自治体との情報共有を図るため、市長や町長が参加する会議を開催しました。参加者からは同じような事案が発生しないか不安の声が上がり、情報共有の体制を確認したということです。こうなったらこうすると、そういう JR さんなりの手順はあったそうですけれども、どうも県の今の報告を聞きますと、その手順通りにスピーディーに JR さんが対応できてないから、これだけ不安が広まったのかなと。県はこの問題をめぐって近く専門家による審査会を開催する方針を明らかにしています。